カンウーピンの上がりが来ました。その名のツモです。タンヤオドラーカ戦2戦の上がりで今季最終ゲームが終了しました。さあパイレーツ4年ぶりの優勝となります。パイレーツクルーの声援はいつだってチームの力になりました。水原は3年連続 MVP 争い、小林は逆風の中でも常に冷静でいました。優は個人タイトル MVP を獲得し、中林はリーグを代表する信頼感を得ました。木下監督の指令圧倒的に勝つ、全ステージ1位通過は初の快挙となります。朝倉石橋の思いを海賊船に乗せ圧倒的勝利で4年ぶり2度目の凱旋です。朝日新聞 M リーグ202324ファイナルシリーズチャンピオンチームは U-NEXT ファイレスとなりました。今堀が中林と固く握手、そして退場園田も握手、勝俣も駆け寄り握手をして、中林はにっこりこの笑顔、ピースサインで優勝者へと向き合い、そしてチームメートと合流。4年前の光景とはね、また一つ違う光景かもしれません。4社笑顔で、優勝の味をかみしめてると言っていいでしょう。4年前のあの時は水原も、そして朝倉も号泣だったんです。あ、そうかそうか。石橋とこの小林だけはね、涙を見せずに、優勝というシーンでしたが、今季のパイレーツ監督も含めて5人で優勝、笑顔、圧倒的に勝ったな俺たちだと、そう言って、お互いをね称え合ってるかもしれません。素晴らしい優勝となりました。 M リーグ史上2度目の優勝、あそこの台座にパイレーツの刻印が、2回目の刻印が刻まれることと、なりました。汐留のベルサブ汐留パブリックビューイング会場の模様が映し出されております。さあね、最後まで本当に盛り上がった最終日となったことは間違いないでしょう。